草加正隆1月26日隊は、日本の政治家、元長町長、徳島県立富岡西高等学校卒業、徳島県長町出身、旧長郡和敷町生まれ、1964年、徳島県立富岡西高等学校卒業、高校卒業後は、和敷町役場に勤務、その後、和敷町役場総務課長、 和食町教育委員会教育長、収入役などを歴任した。2005年3月1日、和食町、あいお町、上中町、木沢村、木東村が合併して、長町が発足。合併に伴い4月17日に行われた長町長選挙に出馬し初当選した。2007年3月22日、 土地開発公社名義で3億7500万円を借り入れ流用したとする告白文書と辞職願いを町議会議長に送り、以後行方不明となった。辞職願いは3月23日は受理される。草川和次期長収入役だった際、高松市内の金融機関に業者に対する町の支払い資金に必要と偽った上、 同町長名義のり入れ申込み証偽造。2002年9月下旬頃、収入役名義の口座に3億7500万円を振り込ませ、現金を騙し取っていた。同年7月5日、徳島市内の知人宅にいたところを、徳島県警察の捜査員に見つかり、逮捕された。徳島県人明治店 P364、徳島、先物取引の損失補填に、 合金流用。産経新聞。2017年2月28日閲覧。ありがとうございます。